はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、化粧品の、マンダムにちょっと取材に行ってきました。まあ、新製品の発表会が、あったので、それに参加したんですけど、まあ、男性用も女性用も、なかなか、こう、興味深いものがありましたので、今度、春向けアイテムの記事を書くときに、何個か取り上げようかなというふうに思っています。ちょっとサンプルもらってきましたけど、まだ発売前なんで、今日は出しませんけども。まあ、男性用の化粧品も、なんか化粧品というか、スキンケアが、もう何個かありましたけど、まあ、だんだんなんか、女性用、もともと女性用で普通に使われてたものが、まあ男性、ようにまあ転化したと言いますか、男性用として売り出されるケースっていうのが、だんだん多くなってきたような気がしますね。で、まあ整髪料にしてもそうですし、スキンケアにしてもそうですし、あとは白髪染めなんていうのもありましたね。男性用の、まあ簡単にできるっていうのは、男性用化粧品の特徴ですかね。5分ぐらいでできるって言ってましたかね。まあだけど、私ぐらいの年齢になると、ちょこちょこと白髪も出てきたので、まあだからといって別になんか染めようとか全然思いませんし、そういう染めようという、なんて言うんですかね。発想ならないですよね。まあ女性の白髪染めっていうのを話したり聞いてるとなんか大変そうですし、時間かかりそうですし、お風呂場汚れそうですし、イメージだけですよ。かといって散髪屋さんとか美容院とかで、染めると金かかりそうですし、時間もかかりそうですし、なんていうのをこうイメージだけですけど、思ってたら、とてもじゃないけど、そんなことはできないな、っていう風な感じで、まあ気にならないわけでもないですけど、別に、放っておいても別にいいのかな、という風に思いましたけど、今日ちょっと、見ましたけど、簡単にできるみたいな、5分ぐらいでできるらしいので、まあ機会があれば、やってみようかな、という風に思いました。今日のお話はそういうことじゃなくて、まあ、航空券の話なんですけど、まあ、アジアだけじゃなくて、まあ、全世界中そうなんですけど、今の新型のコロナウイルスが、流行するような雰囲気でこう広まってますけども、日本はですね、中国に次いで、感染者が多い国になってまして、まあ、いろんな理由はね、あるんですけど、まあ、人口が多い東アジアでは、まあ、中国はもちろん世界一多いのであれなんですが、インドネシアに次いで多い、人口が多い国でもありますし、まだ国土が狭いので人口密度が、高い国でもありますので、感染が、まあ、早い。感染しやすい、まあ、国土上の理由っていうのもあると思いますけど、それともう一つは、昔エイズの時にも言われましたけども、HIV ウイルスですね、の時も言われましたけど、医療機関が発達してて、まあ、国民皆保険ということもありまして、医療が発達しているので、検査が、早くて、比較的なんていうんですかね、結果が正確に、比較的正確に出やすい国だっていうのはありますよね。で、日本は、以前からそうですけど、比較的 HIV ウイルスに感染した人っていうのは、統計上は非常に多い国なんですよ。だけど、現実問題としてはもっと途上国の方が多いはずなんですけど、そもそも検査体制がしっかりしてないのと、あと経済的な理由とか、医療、高度な医療っていうのができないとか、
まあ、いろんな理由があって、統計上に現れてない数字っていうのが山ほどある。で、この、コロナウイルス、新型のコロナウイルスもそうだと思いますけど、中国なんかは、日増しに感染者とか死者の数が、増えてますけど、実際にはこの10倍か100倍ぐらいあるかもしれませんね。日本は比較的、検査体制がしっかりしているので、まあ、おそらく正確な数字なんだろうと思いますけど、東南アジアなんかではひょっとするとまだ、表に出てない数字っていうのが、まあ、それ意図して出さない国もあるかもしれませんけど、貧富の差が激しくて病院なんか行けないような人たちとかね、そういうのが全く検査を受けないまま、そのまま感染が広がっているっていう可能性もないとは言えないということではありますが、それにしても、まあ、日本は中国に次いで感染者数が多い国になっています。でその影響もあってですね、太平洋上のミクロネシアとかあとツバル、はですね、日本を汚染国として指定しまして、日本からの直接の入国は今できないようになっています。14日間の第三国での14日間の滞在が義務付けられているので、例えば、ミクロネシアに行こうと思えばグアムとかね、そういったところで14日以上滞在した後じゃないと、入国、日本人に限らず日本を経由して の外国人というのは入国できないようになっています。まあ、それほど日本は深刻なんだろうというふうに思います。で、まあ、日本は今航空省発行のパスポートだとか、ウーハンの近辺に滞在14日以内に滞在した人は入国拒否されますけども、他の国では中国本土に滞在した人はもう自動的に入国拒否されるとか、あと香港、マカオもその対象に入ってたりとかします。でそうするとですね、香港の航空便って今でもありますし、香港エクスプレスが1万今7千ぐらいで出してますけど、航空券を、仮に香港行ったとするとですね、その後他の国に行けなくなる可能性があるっていうリスクもありまして、まあ、日本人なんでほぼほぼノービザでもともと入れる国ばっかりなんですけど、その中国の本土あるいは香港マカオに行ったがためにですね、他の国に行けなくなっちゃうっていうリスクもあるわけですね。まあこんなそもそも論でお話をすると、まあ、こんな時に海外旅行なんか、しないよっていう方の方が多いと思うんで、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、仮に行ったと仮定すればですけど、そういうリスクもあるということになりますね。だからまあ比較的その医療事情のいいところか、あるいは検疫体制をしっかりしているところ、厳しいぐらいにしっかりしているところであれば、行ってもいいと思いますけども、まあ、中国と香港、マカオっていうのは、まあ、それ以外の国にもしも旅行しようと思う場合は寄らない方がいい。行ってしまうとその他の国で入国拒否される可能性があるということですね。まあそうすると比較的その医療機関が発達してて、あるいは、検疫体制が、厳しすぎるほどしっかりしている国っていうと、まあ韓国か台湾かフィリピンぐらいしかないわけですね。まあシンガポールでもいいと思いますけど、シンガポール一国っていうのはね、行っても何もないですからね。そのマーライオンとかありますけど、狭いので都市国家なんで、シンガポールだけ行っても別に何もないんで、まあシンガポールを中心として例えばマレーシアとかインドネシアとか、タイだとかそういうところとセットになってますね。そう考えると現実的には今この東アジアの中で安く LCC 使って仮に旅行するんであればですよ、まあ、韓国か台湾かフィリピンぐらいしかないのかなというふうに
思いますね。フィリピンはね、検疫体制がね、とても厳しくなってまして、まあ、ドゥテルテ大統領の政策なんでしょうけどね、徹底的にあの感染者を国外に退去させる方策を取ってまして、中国人は基本的にはもう、入国できないような状態になってますよね。なので、まあ、そういうところだと、フィリピンでね、意外と発展途上国のかもしれませんけど、医療機関って結構いい医療してくれるんですよ。金がないとダメですけどね。日本みたいにその、広く国民一般がいい医療を受けられるということでは決してないですけど、逆に言うと金さえあれば、日本よりもいい医療が受けられる可能性が高いですよね、フィリピンというのは。まあ、それはいいか悪いか別として、でもそういう国ですよね。医療保険なんか、海外旅行保険なんかがあって、ちゃんと医療費が保険で出るんであれば、フィリピンでいい医療を受けられると思いますけどね。で、今、韓国の航空会社がですね、泣き面に蜂というか、言われに目にたたり目といいますか、ボイコットジャパンで日本への航空路線を大幅に縮小したり廃止したりして、で、中国にそのリソースを振り向けたわけですよ。振り向けられる分については。あと東南アジアに振り向けたんですけど、中国がその、この新型コロナウイルスの発生源になっちゃったもんですから、中国にも飛べなくなっちゃったんですよね。飛ばしたくても、自由に行き来しにくい状況でありますので、韓国の LCC、まあ、だけじゃないと思いますが、大韓航空も、アシアナ航空も、日もサチも行かなくなって、ボイコットジャパン、そっちのけで、日本に航空便をこう、戻そうとしてる、そういう動きが今あるんですね。そうすると、便数は、日韓線は今まで減ってましたけど、この新型コロナウイルスを契機に、逆に日本へのまた増便が始まるんじゃないかっていう風な、空気ですよね。で、今、ちょうど学生さんとかが冬休み、のシーズンになりますので、まあ旅行客比較的多いんですよ。だから旅行代金っていうのは3月ぐらいまでは結構高いですよね、今の時期って。だけど、まあもともと韓国の航空会社で投げ売り状態ですので、今ですと、ソウルが1万1000ぐらい往復で、全部込みで、税金も込みで1万1000ぐらいですよね。で、プサンも、ソウルよりほんのちょこっと安いぐらい。で、比較的今まで日本からの航空運賃が高かったチェジュ島、チェジュですね。チェジュもほぼ同運賃ぐらい、1万円ちょっとぐらいの運賃が出てましたね。ですので、私チェジュ行ったことないんですけど、未だに。航空運賃高かったもんで。まあ、今だったら安く行けるのかなという気はしますね。ただまあ外信、韓国系の、通信社のニュースソースによるとですね、チェジュ島はまあ観光業で成り立っているような島ですけど、もう完全に観光取りがないと、要は中国人が来れないわけですからね、団体旅行、団体海外旅行禁止されてますので、出国できないんで、誰もいないという状態が続いてて、誰も来ないんで、は仕方がないので、もう店自体を一時休業にして、もう店舗そのものの営業を一時的に取りやめている。まあ、免税店でもそういうところがあるっぽいですよね。そうすると、まあ、行ったところで、まあ、買い物目的であればですよ。免税店空いてないとかね、そういうことにもなりかねないので、まあ、純粋にただ単に見て観光するして滞在するだけだったらいいと思いますけども。そんな感じで、今は韓国が安い、時期ではありますね、珍しく。はい。台湾はまあ、安定した値段ではありますけど、台湾も結構今検疫厳しいので、まあそういう濃厚接触者とかね、そういった方には厳しいと思います。だからちょっとしたその日本で、別にそのこの新型コロナウイルスに感染、全然してなくても、
通に風邪ひいてるだけでもちょっと熱があったりとか咳してたりするともうすぐ疑われますので、風邪をひいてる方は風邪を治していった方がいいですね。ちなみに風邪ってコロナウイルスに感染して、いわゆる風邪の症状って出るんですよ。コロナウイルスいっぱいあるので、もともと人に感染するウイルスの種類もあって、それがいわゆる風邪なんですよね。風邪の主な原因の一つなんですよね。だからコロナウイルスって全部が全部今騒がれている新型のコロナウイルスだけじゃなくて、もともと普通の風邪のコロナウイルスもあるので、山ほど種類あるので、まあまあ発熱すると検疫ですぐに引っかかりますので、熱出てる方はこう病院行って風邪を治してから旅行に行った方がいいんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで、ちょっと香港マカオも控えた方がいいかもしれませんね。他の国に行く可能性のある方は入国を拒否される可能性がありますので気をつけた方がいいと思います。クルーズ船今問題になってるね、何でしたっけ、プリンセスなんとかでしたっけ、横浜に今いる、あれのことについてはまた別の機会にお話、クルーズ船の話はまた別の機会に、しようと思いますけども、あれも大変ですけど仕方ないですね。養生隔離っていうのは検疫の基本中の基本ですので、まあ普通の何もないフェリーとかね、貨客船とかじゃなくて、全室個室のクルーズ船なんで、まあ帰ってよかったなという気はしますね。あれがフェリーだったら大変なことになってましたよね。個室じゃないところにいる人は大変なことになってたと思いますけど、まあいわゆる大型クルーズ船で良かったなという感じはいたします。その話はまた別の機会にいたします。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。